マダラクワガタは、高注目、クワガタムシ科に属するクワガタムシの一種。体長はわずか5ミリメートルほどで、この属の4熱帯マダラクワガタという種類は、世界最小のクワガタである。体高が高く、多くのクワガタムシのような、扁平な体型ではない。平面型も、寸の詰まった、楕円形である。頭部も他のクワガタムシの体型と比較すると小さい。 オスの大顎は小さいとはいえ、相応に発達し背面から確認できるが、メスのそれは小さく、背面からは見えない。体色は全身褐色で、名前にもなっている、五列交互に並列する黒色及び、金色の斑点は、体毛の束である。北海道から九州までの比較的標高の高いところに生息する。離島では、佐藤ヶ島。 伊豆諸島と島、道見倉島、津島、天草下島、薬島、種子島などに記録がある。飼育の際には、高標高地域に生息するため寒さには強いが、夏の高温には注意を要する。標高500メートル弱の低山地から1000メートル以上の高山帯まで広く分布し、またコルリクワガタやツヤハダクワガタのような高山性、小型種と異なり、 平地の気温でも問題なく幼虫が生育する。このため、異様の周期が立ち込め年中高温多湿な温泉地、等にも生息している。褐色普及の進んだ多湿な紅葉樹の朽ち木に、成虫、幼虫ともに見られる。樹種は、鉱山体の場合、ルリクア型属等と、同様ブナや水ならなどであるが、最も個体数が多く見られるのは沿岸より、ア鉱山帯のセビ屋、 椿類である。直径わずか数センチの口枝にも多数の個体が先行している。幼虫で一年を過ごし浮かした後、そのままさなぎ室内で冬を越し、3月下旬から活動を開始する。ただし、新たな発生日の開拓に出かける場合以外、旧木の外にはあまり出ず、数世代にわたって一本の旧木内で発生を繰り返すこともある。 生虫の後食行動についてはまとまった知見が得られていないが、観光客の捨てたみかんの皮に来臭していた例がある。また、飼育下で特に餌を与えていないにもかかわらず1、数ヶ月生存することから、水分摂取のみで生きている可能性がある。体が合色で、楕円形であることから、赤くされの木くずと見分けがつかず、よほど注意して見ていなければ見過ごしてしまう。 まだ生態や褒美などの点で分かっていないことが多い。天敵は主に朽木に住む肉食性のカブトムシやクモ類に幼虫を狙う寄生鉢だとされる。同族のヨーロッパまだ楽ワガタ。ありがとうございます。